もう一度チャレンジしてみたかったら、日が沈む前にまた基地の真ん中にある段ボール箱を調べてごらん。いや、もういいっす。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今日は秘密の大会があるって言ったけん、多分、恐竜のカードバトルのやつかなと思ったけん。あ、なんか飾り付けられとるよ。みんななんか座っとるし。おーったおった。なんなの観客なの君たちは。早く始めようよ。待って、話したいんだよ、その前に。話したいんだって。大会が始まる前って緊張するな。わざわざ飾り付けまでするんやね。僕も頑張る。しんのすけ。おう。真ん中にある段ボールを調べてみたら？大会が始まるよ。知ってます。キネちゃんはお話できないんすか？お、できた。早く大会を始めたいわ。ストレスはお肌の大敵なのよ。いい夜こともねねちゃんみたいな感じや。よし、始めますか、じゃあ。参加します。大会。前となんか違うんかな、普段と。お、カンタムロボがあるぞ。お？うん、カンタムロボはこの上の店のジローさんのリクエストで、博士が作ったんだ。ジローさんはカンタムロボが大好きなんだって。オラもカンタムロボ大好きだぞ。ブーちゃん。そういえばそういう話したね、カンタムロボの話。ブーちゃんも恐竜バトルに参加することになったんだ。よろしく。あと、わがまま恐竜ダブルQが使えるようになったよ。おー、いろいろと、素晴らしいことだわ。では、恐竜バトル大会開始。4人戦って勝ち抜いたら、その人が優勝だよ。4人と、多いな。多いな。どうしよう。あ、ちょっと待って。ここで見た感じ。え？わからない。ダブルQで行こう。ダブルQで、そう、この辺のカードね、あれなんよ。チョコビ買ってついてきたやつ。全能力が40アップが一番いいかな。まあ、そうよね。はい、じゃあこれでいきます。おしんこー！第1回恐竜バトル大会1回戦。よし。わがまま恐竜ダブルQしんのすけ VS キネ。恐竜は一緒。バトルスタート。どれにしますかね。よし、これで。お、やったね。いきなりの。いけいけ。こっちの方が体力は10少ないんよね。しんのすけが先制攻撃。わがまま恐竜ダブルQに156のダメージ。あと244。もう一回。もう一回もう一回。お、やったやん。連続。いけい。これは攻撃を受けた方が、スペシャル技のゲージは溜まりやすいんよね。基本的にそんなもんか。ヘッドバットでいこう。あ、負けた。3連続でチョキ出しとけばよかったやん。マジで？まあ、でも、まだ1回受けただけやけん、攻撃。え、これ第2回の時にはまた回復しとるよね。しとるよね。じゃ、もう一回。え、これ技はさ、2回に繰り越せるんかな？繰り越せると信じて。なるほどね。え、これ両方がスペシャルにしたらどうなるんやろ？キャーキャーありますね。クリティカルヒット。ヒントチャンスです。何ヒントちゃん。グーを使ってあげる。マジか。じゃあショルダーアタックするね。でもこれやったらなー、ローリングスマッシュで決めるか。いざ勝負。だって2余るもんね、体力。勝ち。いくぜ。ローリングスマッシュ。とりあえずこれで1回戦は勝った。他
これ相手側もいろいろその強化するカードを使っとるっていうことなんかね。体力が違うってことは同じ恐竜でノックアウト。さあ2回戦は誰だ。イエーイ、やったね。お見事。女の子相手でも容赦はせんぞ。次へ進む。どっちが正義かは分からんけど。第1回恐竜バトル大会2回戦。お、頭ちゃんやん、そっちは。わがまま恐竜ダブル級しんのすけ、バーサス、頭ちゃん、まさや。バトルスタート。うわ、体力が全然違う。体力が全然違う。これはもう一番強いやつで削っていくしか。いざ勝負。うん、おっとアイコ。アイコルーレット。はい。よかった、ギリギリやった。焦る。よし。いいぞいいぞ。いざ勝負。もう一回。アイコ。てかさ、相手さ、パー全然出してこんよね。まあ今のところやけど。よっしゃ、いけい。これはもう2回戦も勝てますね。勝てますね。このまんまいけるわ、きっと。ここで。違う、パー出してこんじゃない。グー出してこんって言いたかったんやし。どれにしますかね。いや、トゲトゲ地獄で行きましょう。いや待って、向こうもスペシャル溜まっとるな。ローリングスマッシュ行くか。これはアイコってことになるのかな。アイコ、アイコ。なるほどね。じゃあ絶対これ使った方がいいやん。確実に使った方がいいやん。よし、ローリングスマッシュ進め。これで2回戦も勝ちやろ。え、もういけたよね。4回戦まであるんやっけ。よし。これララコ、ララコちゃんはあれ、ただ単に司会者というか審判というかそういう感じ。ノックアウト。子供たちだけよね、4人やったら。よし。いいぞいいぞ。さあ3回戦準決勝。お、坊ちゃん、カンタムロボで来るんすか。なるほど。強いかな。バトルスタート。体力が、体力がどんどん増えていくんだな。トゲトゲ地獄で行くわ。いざ勝負。よし、いいぞ、削れ削れ。正義の味方みたいな感じやけど、ここで恐竜が。いざ勝負。はあ。相手の攻撃力は見えんのかな。体力は見えるんやけど。ダメージが。いざ勝負。でもやっぱり攻撃力がさ、チョキが一番強いけん、チョキで攻めていきたいよね。いきたいっすよね。なんでそうなる。よっしゃ、溜まったよ。どれにしますかね。ローリングスマッシュ。いけい。なんで溜まったのにスペシャル使わんかったん。アイコの自信がなかったんかな。もったいない、ブーちゃん。でもこれで準決勝も勝利。やったね。負けた。いや、なんかチョコビーね、ちまちま買いよったけど、全然強いカード出てくれんかったけん、どうしようって思いよったよね。とりあえず、全能力アッププラス40が出たけん、まだ良かったんかな。今の場合、正義は確実にカンタムロボやと思うけど。あれ？あ、決勝が君なんすか？マジで？なるほどね。ハートマーク、ララコ。参加するのね。あれ、あれか。カズマくんやったが参加せんの。あんなに始めたがりよったのに。体力、おお、やばくない？これはもう、めっちゃ削っていかなければ。アイコ、アイコだよ、アイコ。待って。ちょっと待って。辛い。今までと変わった。
化粧やけん当たり前なんかもしれんけど変わったよ。あれでも攻撃力低い、ね、え、攻撃力低い、マジで。ちょっと待って、ヘッドバットとかでいくか。よし、いいぞいいぞ。ふう、次チョキ出しとったらまたアイコンになるところやったね。チョキ率が高いんかな、ララコは。それはやだ。やだって言われましても言われましても、ヘッドバットでいこう。うーっとスペシャルが溜まったんか。フライングカッター、いけいけいけ。つらい。耐えて。耐えてダブル級。いい、怖い。あ、でもスペシャル溜まったよ。いける。いざ勝負。もう相手めちゃくちゃ体力あるんよね。やばくない？ダーリングスマッシュ。頑張れ。頑張ってくれ。ここまで来たら勝ちたいよね。決勝まで来たもん勝ちたいよね。やるね。ふわー、でもまだまだって感じよね。トゲトゲ地獄いけるか。アイコン、アイコン、きついよ。あは、待ってくれ。負け。決勝のアイコンルーレットきついね。めっちゃきついね。ですね、どれにしますかね。あと1回でやられるやん。ヘッドバットいく。いざ勝負。うわ、しかも向こう、アイコン、スペシャル使わんの。いや、でもなんやけどね。でもなんやけど負けたやん、マジか。うわー、つらい。私もやりますね。うわうわ、くそー、決勝。決勝だけもう一回とか無理っすかね。決勝だけもう一回とか無理っすかね。しんのすけの。やめるしかない選択肢。じゃーん、今回の大会の結果を発表します。優勝はララコ、準優勝はしんのすけでした。はぁ、あ、せっかく準優勝までは行ったんだけども。盛大な拍手を。しんのすけは2位だったね。惜しい惜しい。もう一度チャレンジしてみたかったら、日が沈む前にまた基地の真ん中にある段ボール箱を調べてごらん。何度でも受けて立つよ。じゃあこれにて解散。アッソ防衛隊ファイヤー。いやでもそれってさ、あれよね。また全員と戦っていくってことよね。マサヤくんがこんなやる気満々ということは。なるほど、そういうことか。ファイヤー。よし、じゃあとりあえず決勝も勝ってみたい、1位になってみたいけん、よし頑張ります。負けちゃった。おっしゃー、ノックアウト。よし、やったね。やったね。お見事、しんのすけの勝利です。正義は。じゃーん、今回の大会の結果を発表します。優勝はしんのすけ、準優勝はララコでした。やったよ。盛大な拍手を。ついに優勝したね。お祝いにララコからアッソーさんをプレゼント。アッソーさん？先に言ってしまったけど。ロープウェイに乗るのはお金がかかるから、ララコはプレゼントしてあげられないけど、黒組さんの農場の近くにアッソーさん登る道があるのは知ってる？最近あそこは通れなくなってたんだけど、通れるようにしておいてあげるよ。自分で歩いて山の上まで行ってごらん。お？しんのすけはアッソーさんの山頂まで行けるようになった。もう一度チャレンジしてみたかったら、日が沈む前にまた基地の真ん中にある段ボール箱を調べてごらん。いや、もういいっす。何度でも受けて立つよ。じゃあこれにて解散。アッソー防衛隊ファイヤー。ファイヤ ー、 ファイヤー。とりあえずじゃあ行けるようになったのがここか、工事中のとこ。なるほどね。ここが通れるようになったんや。え？ここ？どっちだ？こっち？古い石橋。こっちに行けるようになったってことかな。山の上牧場。え？違う？ちょっとわからなくなってきたわ。きっとこの辺のことなのだろうと思っ、あ、これやね。麻生山山頂。
ここに来られるようになったわけだ。圧送山噴火口。もくもくと煙が出ている圧送山の噴火口。うん。こういう感じ。多分。今まで来たことないとこやけん、きっと合ってるはず。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、なんとか大会も優勝できたし、すごいね、マップ開放する権限とかあるんですね。ララコちゃん。よかった、優勝して。